今日から3年生だね。2年の時が同じだったし、一緒のクラスになれるかな。どうかな。そういうのが聞きたいんじゃない。僕もあやいと一緒のクラスがいい。僕は1組か。私は3組一緒じゃなきゃ楽しくない。またぼっちになっちゃう。一緒にいられる時間が少なくなるのが嫌なの。放課後になったら毎日ここで会えるだろう。3年の青春をイリド君と作りたかったの。思い出も2人で作れるだろう。恋人としての行動は一緒にできるし、クリスマスとかバレンタインとか約束。約束。ごめん待たせちゃって。でも珍しいね、遅れるなんて。クラスにお友達ができたの。お昼休みに本を読んでる子がいてね、いつの間にか人見知りが改善されたみたい。武器を出して声をかけてみたら仲良くなって。友達ができたならよかった。ここら辺かな。あったあった。それでね、友達がね、一緒にカフェに行こうって誘ってくれて。今週末どっか行こうか。ごめん、さっき友達と遊ぶ約束しちゃって。昨日友達に勧められた本、すっごく面白かった。今まで読んだことないジャンルだったんだけど。あ、いた。イリド君。友達に捕まってなかなか抜け出せなかったの。図書室に行ったけどいなくて。いいよ別に。友達にイリド君のことを話したらね。君の友達になんか興味ないんだ。そうだよね。明日ちゃんと謝って仲直りしよう。おすすめ何かある？森鴎外は？読みやすいやつがいいな、なんて。私の席なのに。ありがとね。昨日はごめん、きつく当たったりして。理由をちゃんと話すから。あやいがどんどん遠くへ行っちゃう気がしたんだ。最初はそれを喜んでいたけど、僕以外の誰かと過ごす時間も増えて、君にどこにも行ってほしくなかった。どうか水に流してほしい。自分は他の女の子と仲良くするんだ。本のことを聞かれたから答えてたくらいで。しかも私がいつも座っている席に座らせて。ていうか私が図書室に遅く来た日も浮気でしょ。今日初めて喋っただけだよ。なんで言われのない勘違いと決めつけで。なんで思い出がいっぱい詰まっている場所です。なんで平気でそういうことするの。浮気じゃないって。でも本当に違うから。勘違いだったってことはもう分かっている。一度刻まれた傷は戻らない。一番信じたくないことをしていた。私の気持ちをズタズタにしていた。僕のくだらない意地と嫉妬だけ。あれはきっとあやいなりに考えてくれてたんだ。哀れみの目を向けられてると思ったんだ。きっと改善することがあったのだと思う。自分を殺して適当にごまかすべきだった。頭では分かっていたんだよ。なんでいるの。あやいもこの新刊が目当てで来たんだろう。なかなか図書室に入ってこないし。このあと時間ある？そろそろ仲直りしないか。関係を続けるのも良くないと思うし、図書室でのことは謝るから。うん。僕から切り出さなかったら、僕は理不尽なことを謝ったのに。これ仲直りできたのかな。僕たちの関係をどうするつもりだったんだろう。なんで歩幅を合わせてくれないの。どうして自分はごめんのこの字も言わないんだよ。どうしても直接誘えなかった。結果は分かりきっていた。イリド君も来ているかもしれないと思った。私を見つけ出してくれるんじゃないかって。都合よく見つけてもらおうなんて。だけど一縷の望みにかけて待っていた。あんな喧嘩をしなければ、去年みたいに。連絡もないの。今日付き合って1年でしょ。1ヶ月以上も会わなかった。ねえ、それ飲んでくれる？
1年前か。今日はどちらにお出かけですか？暑いですね。羨ましい。別れよう。うん。いや、バレンタインに連絡の一つもしなかった時点で、だから僕から別れを告げた。好意と嫌悪が共存していたのだ。なったのも事実で、矛盾するのに痛かった。その矛盾が生み出す圧力が、だからこれは終わったのではない、解放されたのだ。その数日後、お前の兄弟になる危ういゆめさんだ。